コシロネは、シソカシロネ属の多年層。別名、サルダヒコ、イノシロネ。根茎から細長い白色の地下茎を伸ばし、地下茎の節に多数のヒゲ根が生える。茎はあまり枝分かりしないで直立し、四角形で高さは15から60センチメートルになり、茎に毛はなく、節部分にのみ毛がつく。葉は耐性し、葉心は細長いトーランから頭皮心型で、 長さ2から4センチメートル、幅1から2センチメートル、刃先は、絵頭、または、二分頭、木部は、次第に細くなって長い傭兵になり、円には、二分頭で、荒い巨子がある。葉の表面はほとんど無毛で光沢がなく、細かい先天が3つにある。花期は8から11月。各溶液に、小型の花を数個ずつ、密につける。額は、 長さ約3ミリメートルになり、中ほどまで5列し、列片は長三角形で先は針状に尖る。果敢は白色で、長さ約3ミリメートル、先は4列する。湯水は2個、死水は1個ある。果実は4個の分化で、分化はくさび型の四面体になり、長さは約1.5ミ、mm、リメートルになる。日本では北海道、本州、四国、 九州に分布し、湿地に生育する。世界では、朝鮮半島、中国大陸に分布する。本種の母種で、小型で多数枝分かれするものを、ヒメサルダヒコとして分類する場合もあるが、本種と区別しないことが多い。ありがとうございます。